はい、どうもご無沙汰しております、京都ワッフル、JK3OTH ワッフルになりますけどね、先日ね特賞どれだっけ、これだ IC4110 ね買いましたよと話しましたけどね、実はねもう1台買ってあってね、今度 IC4300 ですね、4300これも買ってありましたよ。はい、こっちもねちょっと出してみましょうかね、4300ね、あ先箱見とこうか。小型軽量ボディで電池1本です、これ電池1本いいですね。で IP55 の防塵防水で受信専用にもできるで、グループ対応、コンパンダー、コンパンダーって、あ雑音が少なくなるんですね、トーンバースト、ノイズも減ると、で断線検知、あのイヤホンマイクのチェックですね、それからボックスハンズフリーができるということで、免許いらなくて IP55 で、堅牢ボディとね、ことですね。で裏側も見ときましょうか。はい、これ中継対応ですね、47チャンネルね、いいですね。で400メガで 10mW、 音声出力が 40mW 以上、あだからさっきのこれは音がすげえでかいんですね、 400mW って書いてあったもんね。はい、で炭酸アルカリ電池1本で動くと、1本動作ですね。はい、まあ、そんな感じでね、33時間、1本で33時間動きますということですね。ちょっと出してみましょうか。こちらもね未使用品ですね、ね、シール貼ったまま、あいいですねこれ、かわいいですね。はい、でショートアンテナかなついてますね、こんな感じですね。で電池はねこれ底蓋ですね、底蓋のロックを外すと、あこれでね電池1本入りますね。あこれ FB ですね。うん、僕ロングアンテナばっかり持ってるんでね、これショートもちょっと欲しかったんですよね、これベリーショートですね。はい、であのモニターもねちっちゃめですけど、これねイヤホンマイク端子ねありますと、でボリューム、あいいですね、これかわいいですね。ちょっとね4110と並べてみましょうか。4110、あこれだね、はい、こんな感じになってますね、4110と並べるとね。うん、どっちもかわいいですね、なんか使えそうな感じしますね。じゃあね今度ねこれ持ってね、あの横浜のね特賞チャレンジ参加してみたいと思います。まあ、このサイズだったら2台持って行ってもねそんな邪魔にならないですね。はい、やっぱアンテナ長さはねちょっと違いますね、こんな感じ倍ぐらい違うね。はい、そんな感じでね、こっちが4300ね、これで4110ね、どっちもねちょっといい感じですね。でこっちはウィズコールブランドで、こっちはアイコムのマークねついてますね、いいですね。ちょっとねこれね、あの非常にお安く手に入ったんでね、まあ未使用新品ということで使ってみたいと思いますね。あのまあ、 あのこれまた使用レポートね別途あげますんでね、あのね、あのコメントね質問とありましたらまたこちらのコメント欄にぜひとも書いておいてくださいね。はい、そんじゃ以上になります。どうもありがとうございました。以上、京都ワッフルことね、ジュリエットキロスリーオスカータンゴホテルでございました。それでは失礼します、お疲れ様です。